はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。いや今日は珍しくね、晴れてるね。ただね、これから北陸はもう2週間に1回ぐらいしか晴れないね。もうデスゾーンに入るから、ほんと真面目にね、鬱とか注意してくださいね。まあ注意してできるもんじゃないけどな。まあそんでね、もう冬に入るということで、やっぱね、あらかじめのスノータイヤに変更というわけで、久々にね、まあ、タイヤ変更をやろうと思うんですけども、今日はね、便利なアイテムちょっとね、ご提供いただいたんで、それ使ってね、タイヤ交換がね、本当に便利にできるかどうか、そちらを見ていきたいなと思います。うん、じゃあ まずいつも通りちょっと頑張っていきましょう。よっこいしょ。まずは持ち上げるんだ。いや結構ね、これガチめのやつ、 2.5 トン対応のやつ買ったの。これやっぱ車体がね結構重たいからね、こんぐらいしっかりしたやつの方が安心感はあるよね。もう持ち上げていきます。よし、噛んだ。ほんで信じちゃいけないみたいだから、一応落下対策のタイヤ、ほんで外しちゃおう。これまあそんでこっからね、もうタイヤをねズバッと外して、スノータイヤにペッと履き替えるだけなんだけども、いや私って華奢じゃないですか。ほんでこのタイヤ多分約20キロぐらいあります。ほんなんね、中腰でやるとね腰壊れるし、なんなら女性の方だったらね持てない。というわけでの新アイテムです。というわけで、でん、なんだこれ、タイヤリフター、こちらですね、ちょっとした機械でオートバックスさんからそれご提供いただきました。なんかオートバックスの多分偉い人ですよ。よかったら使ってみなみたいな感じでさ、いただいたからさ、ちょっとどんなんかね。あ、メカメカしいね。っていうかこれエマーソンだって。結構エマーソングッズ、これもエマーソンですよ。ほんで、トルクレンチも持ってて、これはエマーソンじゃないけどね、この上げるリフターね。何これ。ちょっとかっこいいじゃない。あ、ちょっと待って、これ。組み立て必要だわ。組み立てだけ、ちょっと行っておきます。できた。これ、見えてる？このコロコロついてるやつ。これをね、こっちに入れて、あ、後ろのジャッキに当たっちゃうな。本当はもっともっと手前までやった方がいいんだけど、ほんで、これのやることでタイヤにね、これ合わせれるんですよ。ちょっと待って、もうちょっと待こう。来たぞ、多分。そんで、これをそのまんま、あ、来たよ、奥さん。まあ、ただね、これ下ろすときだけはね、ふんってやって、まあ、そんで新しいタイヤ、これをよいしょと乗せて、ほんでまた合わす。あ、ほんでこれタイヤもね、こうやってコロコロって回るんだわ。この穴に合わせるんだよね。いや得意だよ俺そういうの。あれ、もうちょっと高さの調整もね。来た。飛んで、よいしょ。ほんでトルクレンチ、これでおお、動いちゃうな。下ろしてからがいいのかな、これ。退場いたします。あ、退場するときにね、ちょっとこれタイヤさんに引っかかるときあるんだわ。結構広めにね、開けないといけないみたい。よし、そんで、よし、よいしょ。はい、とまあこんな感じでございました。タイヤの空気結構抜けてんな、これ。入れとこ後で。というわけでね、今回このアイテム使ってみたんですけども、これは重たいタイヤの時にすごい有効。ただちょっとね、手間的なもんはかかるので、これ使わない方が僕はタイム的には早いんだけども、腰とか力のない人はこれ使った方がいい時もあるといった感じでございます。ほんで今回ね、オートバックスさんにいただいたんですけども、まあ基本的にどこの店舗でも多分置いてあるとは思うんだよな。まあ、だからできればオートバックスさん見に行って欲しいけども、アマゾンとかね、他のとこで全然探してもいいかと思います。ほんで今度ね、ちょっと面白いコラボねやるから、楽しみにしててください。北陸民の人だけね、ちょっとそれ見れるかもしれません。それで本日はこんなとこで、タイヤ交換に、便利なアイテムでございました。